ンポンタンポーン。皆さんおはこんばにちは、ゆっくりだよ。同じく皆さんおはこんばにちは、ゆっくりだぜ。今回はリクエストにあったドイツの対戦車兵器を解説していくよ。今回は電撃戦を解説するって聞いたんだが、やることが多いから後回し。これはひどい。それでは解説を始めていくよ。戦後は知識がないので解説するのは第二次世界大戦終戦までだよ。圧倒的無能。ところでマリサ、第一次世界大戦で発明された新兵器ってなんだ？何回もこの質問された気がするんだけど、航空機と対戦車だね。うん、知ってた。てかなんで BGM 消えてんだ。もうなんだこれ、うるせえ。死ぬかと思った。まあいいよ、解説を続けるよ。というかいい加減正気に戻れ。まあ前線に現れたイギリス軍戦車に対しては、初期こそは下方の直射や収束手榴弾といった場当たり的な対策をとっていたが、やはり戦車の脅威は大きく、小銃、機関銃用の鉄鋼弾が開発されたよ。それがこの軽弾だよ。小銃や機関銃といった既存の兵器で使用できる上、普通戦車の装甲を十分に貫通できたよ。しかし軽弾では1917年6月より投入されたマーク4戦車の装甲を貫通できず、ドイツ軍上層部では大口径鉄鋼弾を用いることができる火器が必要だと結論付けられたよ。それにより開発されたのが世界初となる対戦車銃、マウザー M1918 だよ。遠距離から戦車を撃破できたため、大量生産されたものの、反動が大きい上持ち運びにくいなどというデメリットも多くあったよ。別動画で解説してたな。ちなみに一次大戦中に開発された主な対戦車兵器は M1918 とさっき言った軽弾だけだよ。大丈夫かよそれ。下方の直射や地雷、そして手榴弾で撃破できると言っても難しいものではあるよ。ちなみに地雷と言っても二次大戦の対戦車地雷みたいなものでなく、砲弾を地中に埋めたり木箱に爆薬を詰め込んだ簡易的なものだったよ。具体例を挙げると、軽弾が通用しない M1918 が開発されていなかった。1917年11月に行われたカンブレイの戦いにおいて、イギリス軍の砲撃やガス攻撃を伴いながら、376両もの戦車がドイツ軍の前線に乗り込んでいったよ。前線に到達したイギリス軍戦車は塹壕の中のドイツ兵を掃討するとともに、ドイツ軍の戦闘指揮所に乗り込んでいったよ。もう無理じゃね。軽弾が通用しない上に対戦車銃もないし。それでも前線を守るために手榴弾を用いて戦車に肉薄したり、迫撃砲で戦車に直射して破壊したりした者がいるほか、ある砲兵将校は中隊が壊滅し彼一人が生き残った中、戦死する直前まで野砲を用いてイギリス軍戦車に対して砲撃を加えていたよ。これらの攻撃によってイギリス軍は投入した戦車の半数を失うこととなったよ。じゃ別に対戦車兵器がなければ歩兵は何もできないというわけではないんだな。そうだね、だからといって対戦車兵器を開発しないということにはならないけど、それじゃ次は戦艦機の対戦車兵器を紹介していくよ。ベルサイユ条約の制限で開発できないでしょ。何それ美味しいの。最初はこれ、対戦車地雷のテラーミーネ29だよ。1929年に生産されたよ、以上。手抜きすぎないか。何せ情報がほとんどないんだよ。強いて言うならノルマンディ上陸作戦時に使用されたとかされてないとか。それじゃ次に行くよ。1935年に開発された対戦車地雷。テラーミーネ35だよ。この地雷は内部に陶器もしくはベトン製のポットを備え付けており、水中での使用も可能となっているよ。はい次。1936年に設計された対戦車砲である、3.7 センチパック36だよ。ちなみにパックは対戦車砲という意味だよ。ドアノッカーじゃねえか。おいやめろ。この対戦車砲は100メートル先の64ミリの鋼板を貫通でき、開発された当時ではごく一般的な性能だったよ。しかし第二次世界大戦において、フランス軍のルノー B1 やイギリス軍のマチルダ歩兵戦車、ソ連の T34 や KV 戦車に対しては非力であるとされ、前線の兵士からはドアノッカーと呼ばれ、ボロクソ言われてたよ。しかし軽量で少人数で操作できることから、対戦車戦力としてドイツが降伏するその日まで使われたよ。また、ルートイヒ、ナイグルといったエースを排出してることから、役に立たないということはなかったよ。ちなみに対戦後期には威力不足となったパック36用に成型削薬弾が作られ、これは100メートル先の180ミリの鋼板を貫通できたよ。それで初に、
1938年に採用された対戦車銃。パンツァーリュクセだよ。ボーゲームでお世話になった人も多いんじゃないのかな。どのゲームだよ。この対戦車銃もさっき紹介したパック36と同じように、いざ実戦に投入すると威力不足だとされ、対戦車では大した活躍ができなかったよ。その上弾薬にドイツでは産出しないタングステンを使うため、効率がいい兵器でもなかったよ。はい、つっかえ、やめたら対戦車銃。それでも100メートル先の30ミリの交番を貫通できることから、対装甲車、空挺戦車用にはある程度の戦果を上げることができたよ。ちなみに製造されたパンツァーリュクセの約半数が小銃敵弾発射機に改造され、対統治下や対戦車に使用されたよ。少し早いけど今回はここで終わりにするよ。なんかいつも以上に手抜きだな。何しろドイツの対戦車兵器は腐るほどある上それぞれの特徴がすごいし、登録者5000人記念の動画の編集が全く進んでないからね。これは無能、貴様はラーゲリ行きだ。やめろー。大丈夫大丈夫、働けば自由になる。いやそれ違うやつ。あー。